は、オーストリア共和国フォアールベルク州、フェルトキルヒ軍にある、マルクトゲマインで、オーストリアアルプス山中の、小さな町である2011年に平和市長会議に、加盟した。月椅スは毎年開催される、陸上競技大会、ハイポ根性競技大会、通称ハイポミーティングの開催地として著名で、世界のトップレベルの10種競技や7種競技の選手が、出場している。 ハイポミーティングはメスレスタディオンで開催される。過去には2001年大会で当時の世界記録を打ち立て、その後アテネオリンピックや世界選手権大阪大会で金メダルを獲得したロマンセブルレ、北京オリンピックや世界選手権ヘルシンキ大会の金、メダリストブライアン・クレイ、アテネオリンピック金メダリストで世界選手権を3連覇したカロリナ・クリフトラが出場している。 2009年6月13日には、フィラゴールデングランプリの予選大会である、オーストリア女子国際大会が、月イスで開かれ、日本の西巻美男、坂本真希子、海由里、松川千佳子、新海まみが優勝、西巻が最優秀選手の表彰を受けた。歌手のエルフィグラフが月イスに居住している。月イスの、協会ウィキメディアコモンズには、月イスに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。